大空警察に逮捕される。ちなみに給料は出るんですか？出るわけねえってこならいるわろ。なんで、なんで出ると思ってんだよ。俺ちょっと待って、考えてみせんと千尋でもさ、うん、君はちゃんといい住職もらってるぞ。ねえ。確かにそれ言われたらちょっとあれ、あれペコだな。確かにユバーバよりも鬼畜ってことになるぞ。おい、怖いよ。入っちゃうわ、こんなペコバーバになっちまうぞ。何がホロ X の気持ちですだよな。全然ホロ X よりも怖いペコなんだが、このハーチャマ、マジで何が必要なんだハーチャマには。ああ。エコランドをくれ。あげるわけねえ。エコならふざけんじり、燃やされるわ。ハーチャマに渡したら即刻。ダメか。当たり前だろ。ハーチャマに乗っ取られたらペコランドおしまいだわ。じゃあウサくんもくれ。あげれません、社員がいますから。おい、なんだよこの立ち絵。今気づいたけど、あんた芸術作品になってんじゃん。でも、立ち絵でさ、なんか自分の銅像みたいな立ち絵くれる人初めて見たべこなんだけど、びっくりしたわ。本当に初めて奪っちゃった。はーちゃんもいつからそんなもっとおかしくなっちまったの？ちょっと教えて。何があったの？教えてよ、はーちゃんのことを。教えてくれ。多分、なんかその、そうだな。やっぱ日本帰国ができなくなったあたりじゃないかな。そこら辺なるほどね。家に引きこもりすぎて頭おかしくなっちゃったんかも。ネジが外れちまったんだろうな。あ、プーンとね。ちょ、プツーンって。え、そういうことはある、そういうことは。え、コラちゃん、ハーチャマのさ、ネジを入れ直してよ。もう治りません、この方は。この方は諦めてる。嘘でしょ。誰も治せません。無理でございますと。ねえ、ハーチャマはずっともハーチャマなのよ。痛